デイビス・ロメロは、パナマ共和国、国連県出身のプロ野球選手。左投げ左打。1999年7月に、アマチュア FA で、トロントブルージェイズに入団。2000年と2001年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグの DSL ブルージェイズでプレー。2002年に渡米し、この年は、ルーキー級、2003年は、ショートシーズン A 級。 2004年は A 級、2005年は A プラス級と昇級していった。2006年は開幕前の3月に第1回 WBC のパナマ代表に選出された。シーズンは A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで開幕を迎え、ここで6勝5敗、防御率2.93の成績を残し、6月にトリプル A 級シラキューススカイチーフスに昇級。 ここで4勝4敗の成績を上げ、8月16日にメジャーデビューを果たした。自身5度目の登板となった9月20日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初勝利を記録した。同年は7試合に登板した。2007年は4月から9月まで故障者リストに入り、メジャーマイナーともに登板機会はなかった。その後もメジャーに復帰することはなく、 2009年11月9日にブルージェイズを FA となった。以降は母国パナマで国家代表として現役を続けており、2010年と2017年の中央アメリカ競技大会、2017年の第18回ボリバリアンゲームズ、2020年と2021年のカリビアンシリーズなどに出場している。ありがとうございます。